次に16番西口真理議員。西口議員。西口真理でございます。令和4年度予算に関する一般じゃない代表質問2項目についてお願いしたいと思います。1問1答にてお願いいたします。まずは、子どもへのコロナワクチン接種について、何点かお伺いしたいと思います。すでにもう2年にもなるこの新型コロナの感染症がまだまだ収束する気配もありません。先も見通せない中、本市においてもオミクロン株の出現以来、現在も毎日多くの陽性者が発表されています。子どもたちへの感染も広がっており、連日たくさんの学校で学級閉鎖となっております。そんな中、まもなく5歳から11歳の子どもたちへのワクチン接種が始まろうとしております。先日の市長の会見によりますと、18日からすでに予約を受付していただいておって、それから2月末に接種券が発送されて3月から接種というスケジュールであると伺っております。5歳から11歳への接種は予防接種法の努力義務、つまり、この場合保護者だと思うんですけれども、保護者が子どもに接種を受けさせるよう努めなければならないというのが努力義務だと思うんですけれども、これの対象外になりました。つまり、簡単に言ってしまえば、受けたい人は受けてくださいという位置づけだと思いますが、この努力義務の対象外となったのに、この接種を勧奨して市から接種券が全員に送られてくると、保護者としてはすごく分かりにくいのではないかと思います。私も相談を受けたりもいたしますし、市長の基本的な考え方についてには、ワクチンの3回目接種に加え5歳から11歳への接種を市民の皆様に安全で安心して生活していただけるよう迅速かつ適切に進めてまいりますとありますが、市としての考え方、姿勢を分かりやすくご説明いただけますでしょうか。園部健康福祉部長。はい、しっかりとご答弁をさせてもらいたいと思いますので、分かるかどうかというのはまたご判断いただきたいと思います。この5歳から11歳への新型コロナワクチン接種につきましては、今月の2月10日に開催されました、厚生労働省の審議会がございまして、そこにおいてファイザー社ワクチンによる、小児への接種を予防接種法上の予防接種である、特例人事接種に位置づけること、承認については、先ほど言いました努力義務の規定の適用を、除外することなどの、答申が今なされております。でなお、この予防接種法の中で公的関与というのがございまして、これが一つが先ほど議員がおっしゃられました努力義務になります。でもう一つが、今ご質問の中に干渉という言葉を使っていただきましたけれども、この干渉というのもその中に入っておって、2つの項目がですね、公的関与という形になります。ここでこの干渉はですね、予防接種法の第8条にですねよりますと、予防接種の干渉によりという項目が、ございまして、それはそのまま引き続きですね、改正はされないということになります。ですので、改正されるのはこの、努力義務の規定の方が、一部改正がされていくということ、規定が外れていくということになりますので、干渉は、していくということになります。そして政府は、その今、答申中でございますので、必要な関係省、政省令などの改正を行いまして、2月下旬の公布施行を予定をしていると
といった今現状でございます。そして2月14日付、厚生労働省からの通知では、接種体制の準備ができている自治体においては、ワクチンが届き次第、接種を開始できる旨の指示が出されました。これを受けまして、市におきましては、3月6日の集団接種開始に向け、現在、準備を進めております。また、厚生労働省から2月10日付で、新型コロナワクチン接種についてのお知らせの、分かりやすくなっております。リーフレットが示されたところでございます。そのリーフレットには、新型コロナワクチンの効果として、ワクチン接種を受けることで、新型コロナに感染しても症状が出にくくなりますと、説明されております。同時に、ワクチン接種後の症状として、注射した部分の痛み、腫れや倦怠感、頭痛、寒気などの、いわゆる副反応についても、説明がされております。このようなことを受けまして、保護者の方全員に接種機会を速やかに提供すると同時に、情報提供を行うことが市の責務であると考えているところでございます。また、2月4日には、接種の意向を把握するためにですね、松阪市滝郡3町の5歳から11歳、12,050人の全保護者にアンケートを送付しまして、ウェブにて回答をいただきました。書き方としましては、2,769人、23% の方から回答がございまして、できるだけ早く接種させたいが 18.6%、どちらかといえば接種させるが 38.7% で、合わせて 57.3%、約6割の方が接種に前向きで、どちらかといえば接種させないなどの方が約4割との意向が確認できたところでございます。接種は保護者の意思に基づいてご判断をいただくわけでございますけれども、市としましては、この約6割にとどまっている、肯定的な考えを持った方々と肯定的な考えをですね、もう少し上げていかなければならないと思っており、今後情報提供を的確に行いながら接種をより前向きにご検討いただけるよう働きかけ、予防接種法に基づく小児のワクチン接種を推奨し進めてまいります。ただし小児接種につきましても、周りの人に接種を強制したり、接種していない人に差別的な対応をすることはあってはなりません。市民の皆様に安全で安心して生活していただけるよう、迅速に接種機会を提供するとともに、不安や間違い等のないよう適切に接種を進めてまいりたいと考えているところでございます。西口議員。はい、部長の方から総括的にお答えをいただきまして、今後一つずつ伺っていこうと思ったたくさんの答えをしていただいたんですけれども、先ほどのご答弁の中でアンケートによると6割強の方が受けさせたいという考え で4割ぐらいの人が接種させるつもりはない、どちらかというとというそういう考えの方も終わりだというので、やはりね、判断がつかないというか迷って見える保護者の方が多いと思うんですよね。本当にいろんな情報があふれています。元の情報を信じていいのかなというような方も本当にたくさんあると思います。もちろん子どもたち、自分の子どもにコロナに感染させたくないというお気持ちは同じだと思うんですけれども、感染はさせたくないけれども副反応のリスクはどうなのかとか、あるいは自分の子どもからまたさらに感染する、おばあちゃんおじいちゃんに感染するさせるのではないかとかいう反面、やはり
一番大きなのは子どもが重症化しないというようなお話がよく聞かれます。普通の風邪程度の 2,3 日の熱で治る子どもが多い、子どもは重症化されしないから打たなくてもいいんじゃないかという声も直接私もお聞きします。で、そういういろんな情報がある中で、どれが信頼できる情報なのかと悩んで見えて判断のつかない方も見えると思いますし、まあ、本来ならリスクもそれからメリットデメリット両方いろんな判断材料となる情報を提供していただきたいと思うんですけれども、県のホームページなんかを拝見しましても、最近だんだんこう中身が緩くなってきてまいりまして、まあ、大変な状況で業務が逼迫しているせいもあると思うんですけれども、症状などについても無症状、軽症から中等症というふうに陽性が確認された時の状況、症状が書いてあるだけでなかなか分かりません。で、松阪市においてはその子どもの、陽性者感染状況がどういう状況なのかっていうのをやっぱり子どもさんの一番近くにいる、一番把握されているであろう学校とか教育委員会にどの程度、まあ、ちょっと大変な中どの程度把握されているのかは分かりませんが、お聞きしたいと思います。第6波以降の小学生中学生の陽性者数とそれから感染状況、入院した子どもがどのくらいいるのかとか、軽症重症者どのくらい出ているのかとか、データがあればまず教えてください。中田教育長。はい。新型コロナウイルス感染症第6波の状況につきましては、本市においても全国的な傾向と同様に、これまでの感染拡大状況と比べ、児童生徒の感染者数が大変多くなってきております。このため、各学校におきましては、児童生徒が安全安心な学校生活が送ることができるよう、3密の解消、定期的な換気、授業の工夫、黙食の徹底、校内の消毒など、日々多岐にわたる感染症対策を講じているところでございます。またコロナ禍におきまして行事の延期や中止、行動制限等が行われており、児童生徒はさまざまなストレスを抱えております。これまで以上に児童生徒一人一人に寄り添いながら心のケアを行っているところでございます。議員ご質問いただきました市内児童生徒の新型コロナウイルス感染症にかかる状況についてお答えを申し上げます。第6波における児童生徒の陽性者数は、本年、令和4年1月1日から2月17日におきまして、児童が128名、生徒が51名、児童生徒合わせて179名となっております。また、学級閉鎖をした学級は延べ、小学校で60学級、中学校で25学級となっております。児童生徒の状況につきましては、無症状や37度から38度の発熱があるといった報告を多く受けております。陽性者発生時における病状の報告は受けておりますが、その後の経過についての報告は学校に求めておりませんので把握はしておりません。入院につきましても、入院が必要または入院しているという報告は、これも個人情報との関わりで私どもには受けておりません。さらに軽症や中等症などの症状につきましては、医療機関でない教育委員会におきましては、何をもって軽症、何をもって中等症と、そういう判断ができるものではありません。そのため日々県から発表されている報告からご判断をいただくことになります。しかしながら各学校におきましては、陽性となり欠席している児童生徒の状況や病状、あるいは子どもの心の動き等、電話やオンラインでの健康観察やさまざまな不安や心配に対する個人相談など、児童生徒の状況に応じ一人一人の心に寄り添った丁寧な指導を行っております。こうした情報につきましては、
これは個人情報となりますので、一切公表はしておりません。以上になります。西口議員。はい、まあ、私も、その軽症とか中等症とか重症とか別にその国の基準で区切っていただかなくてもいいんですけれども、まあまあ、それぞれの担任の先生とかは当然、ね、コロナに感染して休んでいる子どもがあったら具合はどうって言って連絡を取って症状も確認して見えるでしょうし、ちょっと重いと言ったら心配して電話いろいろされていると思いますので、各学校では把握して見えるけれども、それを教育委員会に上げて統計取るみたいな形でデータは把握されていないということでだと思いますが、入院とか重症の報告は受けてないということは、報告が受けてないということは、松阪市ではないというふうに判断していいんでしょうか。中田教育長。それについて個々の状況です、例えば山室山小学校3年1組の A さんの報告は受けてはおりません。各学校でしっかりと把握をしてその子の対応をしていただいています。例えばこの間こういう実例がございました。入試前期入試の1日前の日でございます。陽性者が判明いたしました。その次の日、本来は出校停止になるんですけども、保健所の判断で濃厚接触者はいないということで、同じクラスの子らは次の日試験を受けることができました。その時、その罹患された子どもの精神状態を考えると非常に厳しいものがあります。私のせいでとか、他のクラスの子に与える影響とか、そういうことがその子の中では非常に大きく左右をされておりました。またその子が例えば入院をするとか、あるいは非常に軽症であるとか、まあ、そういった個人情報に関わる部分について私どもがそれを把握は、各学校は把握しておりますけれども、教育委員会としては把握をしておりません。西口議員。はい、もちろん何々小学校の誰々さんがどういう症状だったかっていうデータを教えてくださいって言ってるわけじゃなくて、まあ、県のホームページなんかで見てもなかなかその症状についてのどのぐらい、重症者が出てるのかとかいう軽症なのか無症状はどのぐらいのデータがありませんので、まあ、教育委員会さんに聞いたら、まあ、状況が分かるのではないかなと思ったんですけれども、まあ、その辺は、ちょっと教育委員会のお仕事とは違う、お仕事とは違うって言ったらおかしいですけれども、教育委員会では把握していないということで、はい、結構です。はい。特に、特に子どもに関してはその十分な治療によるエビデンスがありません。その中で接種直後の副反応、腕が痛いとか熱が出るとか、あるいは一番よく言われるのが誰もまだ接種したことのないワクチンですので、10年後20年後そういうふうな長期的に見た副反応が怖いとおっしゃる保護者の方も多いです。の反面、感染予防とか重症化予防のメリットについて、やっぱりするべきではない、するべき、受けるべきであるとか、その辺について、そういうのをしっかり情報をやはり提供していただけると判断する材料になってありがたいと思うんですけれども、そのあたりについて、市のお考えをお聞かせください。園部健康福祉部長。はい、まあ、厚生労働省のですね、まあ、先ほど申し上げました、このワクチン接種についての、まあ、お知らせの、まあ、リーフレット、まあ、本当に分かりやすく私も読みましたけど載っているというふうに思いました。まあ、そこにはですね、新型コロナワクチンの効果として5歳から11歳における
2回接種後7日以降の発症予防効果は 90.7% と報告されていること、またオミクロン株などへの有効性を示すデータは十分に先ほど議員もおっしゃられましたけども得られていないことや、新型コロナワクチンの安全性としてワクチンを受けた後の症状はほとんどの方が軽症または中等症であり、現時点で得られている情報からは安全性に重大な懸念は認められていないと判断されていると記載がされております。またこの日本小児科学会によりますと、国内における5歳から11歳の新型コロナ感染症例の大多数は軽症ですが、今後全年齢において感染者数が増加した場合にはワクチン未接種の小児が占める割合が増加し、小児の中等症や重症例が増えることが予想されているところでございます。また基礎疾患のある小児患者において重症化リスクが増大することや、副反応について5歳から11歳の小児では16歳から25歳の人と比べて接種後の副反応状況の出現頻度が低かったといった報告が紹介をされております。こうしたことを市としましてもですね、このホームページ等々によりまして厚生労働省の QA、いろんなファイザーさんの資料もございます。そして今申し上げました小児科学会のこうした意見も踏まえてですね、しっかりと周知を図っていきたい、情報発信をしてまいりたいと考えております。以上です。西口議員。はい、このワクチンに関してはさまざまな意見があります。で、打たないの判断を保護者の方がしていただくのにしっかりとした情報提供をしていただきたいと通告させていただいて、で通告した翌日に市長が先ほど午前に中島議員もおっしゃったんですけれども、午前に次の日に記者会見があって、で 18日にホームページにも、先ほどのチラシとそれからワクチンについての説明書というのが載りました。読ませていただきました。この、ワクチンについては国の施策ですので基礎自治体である市としてできることをそれに従って、進めていただくんだと思いますけれども、メリットやデメリット、先ほど部長からもご説明いただきましたようにメリットやデメリット注意点など厚労省の関連ページへのリンクが貼ってありましたりとか、市としてできる範囲の説明をしていただいていると思いますので、保護者の方にはしっかりと内容を読んで、これは案内として送っていただけるんですね、対象の方にしっかり読んでいただきたいと思います。最後にワクチンに関しては最近このコロナが長引いているというせいもあるのかもしれませんけれども、賛成派反対派いろいろ意見が出てだんだん極端になってきているような気もいたします。子どもたちへのワクチン接種も先ほども答弁の中でもありましたけれども、受けないそれぞれの判断で、決めていただくことだと思いますし、また健康上の理由で受けられない子どもというのもいると思います。学校や地域においてそのことによる分断であるとか差別とかそういうことのないように、その辺は本当にしっかりとご配慮をお願いしたいと思います。1項目目のワクチン接種についてはこれで終わらせていただきます。次2つ目です。
休日夜間応急診療所の今後と予算計上の在り方という内容について質問させていただきます。松阪市における一時救急体制については現在春日町にあるハルルの休日夜間応急診療所とそれを補完する形での民間委託で他市よりも充実した体制で運営されていると認識しておりますが、令和4年度についてはハルルの休診体制は、今年度の通り行われるが民間委託の医療上級クリニックの方は木曜日の昼間とそれから火曜日金曜日の深夜帯のうちの早朝の診療がなくなる方向で検討されているというふうに聞きました。市の方針として委託時間を削減する理由をお尋ねいたします。園部健康福祉部長。はい、先ほど紹介をしていただきましたように、現在、幼児応急クリニックと、市との委託契約に、おけます時間は、火曜日と金曜日が、22時30分から、翌朝8時まで、木曜日が12時30分から、20時まで、年末年始の12月31日から1月3日までが12時30分から12時失礼しました、20時までとなっており、一時救急の、休日夜間応急診療所の、保管をお願いしまして、ご尽力をいただいているところでございます。今回、委託時間の変更を考えておりますのは、火曜日と金曜日の、翌朝8時までを6時までに、木曜日、12時30分開始を17時開始とするもので、ございます。変更の理由でございますが、木曜日につきましては、新規開業される診療所などで、午後も診療されるところが出てまいりましたので、市が一時救急を行う目的が少なくなり、整合性を図るためでございます。また、火曜日と金曜日の変更につきましては、かかりつけ医などの医療機関が午前9時から始まりますことから、利用者も少ないこと、また応急的な診療ではなく、しっかりとですね、かかりつけ医などで継続して、見ていただくことが、大切であると考えるものでございます。なお、今回の変更は、市が委託する時間のみを変更するものでございまして、委託先医療機関が実施する診療時間につきましては、その医療機関が決めていただくということになっております。以上です。西口議員。すみません。木曜日の昼間については新規に開業される医療機関クリニックで診療されているところが結構出てきているのでそういうところを見ていただけるところがあるので委託する必要がなくなったと、そういうこと、それは理解しました。で、朝の、6時から8時の一診療がなくなるということについては、9時になったら一般の、かかりつけ医が開業するのでというのと、受診者も少ないのでというようなお答えだったと思うんですけれども、こういうふうな形で私このお話をこうやっぱり聞かせていただいたときにこういうふうな形で1時間2時間待てば他の病院が空くじゃないかとか受診者が少ないから影響は少ないというふうな理由で診療時間が削られると今後どんどん削減されるのではないかこの一時救急の体制が後退していくのではないかとちょっと心配になってその辺危惧をいたします。そもそも深夜帯の診療については今ハルルの休日夜間応急診療所と幼児さんで土曜
火曜日と金曜日と土曜日の深夜から朝までやっていただいているわけですけれども、まあ、春日町なんかのについても土曜日の深夜帯はやっぱりお客さんというんですか、患者さんがなかったり1人2人というと時もあるんですよね。だから利用者が少ないからやめようかという話では当然ないと思うんです。そういうふうな効率とか費用対効果とかそういうふうなので、判断できない市民の皆さんが医療機関にかかるそういう空白をなくすためにということで、まあ、患者さんが少なくてもやる必要があるから民間のクリニックではできないからこそそこに公の役割があると思うんです。そういう形で市は報奨金やら委託費を払って、そういう深夜帯とかね夜間の診療を担っていただいていると思うんですけれども、そういうところにこそ市民がいつでも安心して医療サービスを受けられる体制を作る、そこに公としての役割があると思います。市長もかねてから24時間365日の医療体制を目指すとこうおっしゃってますので、今回の診療時間の削減がその方針に反するものではないのか、ちょっと私はすごく心配になったんですけれども、そのあたりをお聞かせください。園部健康福祉部長。はい、まあ、今回の変更につきましては幼児応急クリニックと、まあ、平成27年、まあ、11月に委託契約を、まあ、結びまして、まあ、この3月末で6年、まあ、5ヶ月が、まあ、経過をしようとしておるところでございまして、まあ、やはりその6年約半の中にはですね、まあ、いろんな状況の変化も、まあ、ございました。まあ、その中で今コロナがですね、まあ、約2年前からですね、まあ、こういう蔓延してきましたので、まあ、その間はやはりいろいろと、幼児応急クリニックさんもですね、まあ、しっかりと、まあ、診療もしていただいておったわけでございます。まあ、そうした中でやはり見直しがやはり今言った部分については、まあ、必要となってまいったこともございまして、まあまあ、言えば予算を削減するためだけのものでもなくですね、先ほど述べました理由によりまして変更を、まあ、いたすものでございますので、まあ、ご理解いただければと思います。まあ、そして、まあ、言えますのは今後も継続して、救急医療体制が、維持できるようしっかりと努めていきたいと考えております。以上です。西口議員。はい、ちょっとまあいろいろな理由があるということで細かいところはちょっと聞くのは控えたいと思いますけれども、まあ、今回の、まあ、診療時間がちょっと減ってしまうということに対しては選択と集中の予算というのふうによく違うわそうですね言われてるんですけれども、予算の予算がなかなか厳しいから予算を削減しなくてはいけないっていうことありきではなくて、まあいろいろ見直していく中でいろんなこう整合性とかちょっと言葉が難しいですけれども、一度整理をして今後ともさらに継続していく続けていくための見直しというふうに考えさせていただいてよろしいでしょうか。はい、竹山市長。はい、先ほども、部長の方から答弁をさせていただいてます。要するに春日町の、夜間救急ですね、これが、午前6時までです。で前から4時の応急クリニックにはですね、時間の変更に関して、申し入れをしておりました。私は前にもこの議場でですね24時間365日っていうのを目指していくと、まあ、いうふうなことも言っておりますけれども、まあ、その中でもですね、一定割合
思いはそうですけれども、現実として考えた場合に、医療資源って考えますと、一旦そこでやはり一応休憩を入れる、6時っていうのは現実的な数字というふうに感じてます。で、医療事クリニックさんもそれに対して今回同意をいただいて契約変更というふうなことにさせていただきました。それはやっぱりですね、その時間帯があまりにも来ていただく方がいないというふうなことも一因だというふうに思います。おっしゃるようにですね、だったらもう全部やめてしまうのかと、そういう話では決してございませんでした。深夜帯に関してはできればもう少し増やしていければというふうな、こういうことは考えております。まあ、しかしながら、それが、本当の言葉通りの24時間の、ものか、本当に何て言うんですかね、救急重篤なケースはやはり救急車を呼んでいただいて、24時間体制の二次救急、こちらで対応していただくというふうなことになろうかと思います。まあ、よりまして、今回は双方との交通協議が整って時間の変更ということになったということで、ご理解をいただきたいと思います。以上です。西口議員。はい、24時間365日って文字通りそれを目指す、それを目指せて、まあ、目指すのはそれだと思うんですけれども、すぐにできるとは思ってもおりませんし、でもまあ究極の目標をそう置いて、救急一時救急の医療体制をどんどん前に進めていくという思いで、今回はまあ春日町との整合性みたいなところで見直しをしていただいたんだというふうに、今後とも充実前進するためにしっかりして取り組んでいただけると理解します。で、それとはちょっと時間の削減とは別な話なんですけれども、今回のこの、予算は予算書や説明資料には地域医療推進事業として、今年度通りの予算額で上がっています。契約がまだされ、できていない、完結していないという理由だそうですけれども、今月通りの予算で上がってきて、で契約は多分時間が削減されますので、かなりの額、減額でなると、減額になると思うんですけれども、どこを見ても委託時間が減額されることは私たち議員にも分かりません。もし今後これが大幅に契約内容が、変更されても議会は説明を受ける機会も議論する場もありません。民間の一クリニックの委託がどうこうという問題ではなくって、一時救急のこれからの在り方に関わることですので、議会としてぜひ議論させていただきたいと思います。2月のこの末のこの時期に4月からの契約内容がまだ決まっていないというのはいかがなものかと思います。もう少し早く両者の間で次年度の委託内容を決めるということはできないものなんでしょうか。園部健康福祉部長。はい、この契約につきましては今市長も申し上げましたように、幾度となく幼児クリニックさんの方に、お伺いをしてですね、この話もしてまいったところでございます。そして、ようやくといいますか、2月の10日でしたけども、幼児さんの方にお伺いをした段階において、一定のご理解をもういただいたところでございます。そして今契約に向けて進めているところでございまして、やはりこの予算編成時期にですね、やはりこの協議がまとまっていなかったというところがございまして、今回の同様の予算と見込みでやはりなかなかできるものではございませんので、そのような予算で計上をさせていただいたというところでございます。西口議員。
はい、先ほども言いましたように、例えばその契約内容が今回は、まあ、今回とは別にして、例えば委託時間がごっそりガサッと減って半分ぐらいになるというふうなことがあっても、私たちは全然それ説明していただけない、知らないまま予算が上がっていくという形になるんですよね、今の状態だと。毎年毎年単年度契約なので、2月のこの時期に来年度どうするかというふうな話がまだ決まってないと。それこれは委託する側、松阪市にとっても委託される側にとっても長期的な展望が立てられないということだと思います。松阪市としても直営の休診、それから民間委託も含めて一時救急を将来的にどうするかで、一時救急のあり方は二次救急とも当然関わってくると思いますが、持続可能な医療体制を議論するためには、そろそろこの委託のあり方自体を見直すべきではないかというふうに考えます。私は例えば複数年契約にするとか、複数年契約で公募するとか、そろそろ見直すべきではないかと思いますけれども、見解をお聞かせください。園部健康福祉部長。はい、今議員がおっしゃられたことがそうだというふうに思っております。まあ、これは平成28年度ぐらいだったと思うんですが、まあ、そういう話も出る中で、まあ、単年度契約で、ここまで、今日まで来ました。まあ、これはまた先ほども言いましたように、まあ、この約2年前からコロナの関係もございまして、やはり、その中で、まあ、公募をかけて複数年契約ということではなく、まあ、これは幼児応急クリニックさんとも協議をしながらですね、まあ、単年度契約でいこうということで、今日まで来たところでございまして、まあまあ、4年度に関しましても今こういう状況でもございますので、まあ、まず単年度契約という話の中でこの時間だけはまあ、ご理解を今いただいているというふうに認識をしているところでございまして、まあ、それ以降、まあ5年度以降ですか、まあ、これはまた議員の今まあお話も、いただきましたので、またこの4年度中にですね、協議も、まあ、していくという形を取らせていただければと思います。以上です。西口議員。そうですね、やはり単年度でなかなか決まらないということでは、将来的な展望も立てにくいですし、そういう求心とかの関係、それから春日町との関係とか、それから他の医療機関クリニックの関係、それから松阪が誇る二次救急三輪3つの基幹病院が輪番制で担っていただいている二次救急とも当然関わってくると思いますので、やはりそういう将来的な長期的なビジョンを立てることが大事かと思いますので、ぜひ今後の、契約の仕方も含めてしっかりと大きな目で考えていただいて、市民が安心して医療を受けられるサービスが充実していくように今後ともよろしくお願いいたします。終わります。